リンリンハローパラレル、リンリンパラレルのリントです。はい、ということで本日はうちのアイドルね、はい、西武獅子花ヘビのサナちゃん、はい、の餌やりです。久しぶりにねご飯、まあ1週間に1回なんですけど、でご飯の動画をね出してみようかなというところで、なのでここから先は閲覧注意です。ちっちゃいとはいえどマウスが映ります。苦手な方もいらっしゃると思うので一応ご報告、あと食べてくれるかどうかわかりません。今ねお湯で解凍して温めた状態なので食べてくれると思います。よいしょ。食べた、めっちゃ食った。ちょっとしたら話すかな。すげえ手の上で全然食うんだねこいつね。こんなに手の上で普通に食うんだこいつ、慣れすぎでしょ。ちょっと人によっては苦手かもしれないですけれども、食べてる姿かわいいなお前な。やっぱり人工飼料に慣らすのは難しそうだね。私がこうやってもネズミちゃんに慣れちゃった方がいい気がする。どこ行くの？あんた顎外してよく食うよねそうやってね。腕引っかかってない？大丈夫？あ、引っかかってないね、大丈夫だね。だね、栄養的にもね、ピンクマウスは栄養もね十分なので、全然問題ないんですけれども、基本週に1回1匹ですね、ピンクマウスを。あんまりあげすぎても太っちゃうこともありますし、体調的にも問題なくって感じで。うわー、飲み込んだもん。かわいい、かわいい、何それ、口パクパクしとるやんけ。まだ食べたい？あ、もう、あ、もうこの辺にいる。あ、飲み込んだ後すぐ、あれ、いや、もうこの辺にいる。飲み込んだ後、結構ぐーっとすぐ、この辺が胃なのかな？その胃の位置とかね、腸の位置っていうのはちょっとわかんないであれなんですけども。この辺が胃かな？で、こう消化されて、うんちになって、最後このお尻の方から出てくるっていう感じですね。心臓がね、なんか蛇によってその位置が違うらしいんですね。この手前に心臓がある人、あること、この奥に心臓があること、なんかこの辺に心臓があることみたいな、なんかいろいろあるって聞いて、この子はどこに心臓があるんだろう。その内臓の位置がわかんないよね、人間と違ってね。わ、すごい、ここ、わかる？ここにネズミがいるわ。おー、もうここまで飲み込んだんだ、ぐーっと。一回もうこう体内に入っちゃうとぐーっとすぐ運ばれてくんだね。すごい。なんか多分この子だからわかるんだろうな。この子じゃないと、他の子でもねこうやって触らせてくれながら餌食べる子っているのかもしれないんだけど、うちにはねヘビーちゃんはこのサナちゃんしかいないからあれなんだけど、サナちゃんはびっくりした。手の上で初めてご飯あげたけど食べてくれたね。今まで普通にケージの中でご飯あげてたけど、今日は初めて手の上でご飯あげてみたけど、全然ご飯手の上で食べるし、間違って指を餌だとも思わないしね。ほら、ちょっと興味は持つけどね、なんだこれって。でも間違ってね食べちゃうことはこう噛みついたりはないんで、
まあ、できれば中身疲れたくもないですね。セーブシシ、セーブシシバナヘビは奥の方の牙のところに一応ね、あの軽度な神経系の毒を持ってるらしいので、刺されると人によってはこう指がしびれてしまったりとか、刺されるっていうか噛まれるかな、なんだよね。で、私はそれこそね、あのちょっと蜂でアナフィラキシーショックを起こしている人間なので、もしかしたらこの子の毒でもやられちゃう可能性はなきにしも、まあ、なんかそんな強い毒じゃないとは全然見たんだけどね。ただもともと私がねそういうのに弱いから、もしかすると弱い毒でもちょっとクラッとね気持ち悪いなってなる可能性はねありますね。いや、にしてもだよ、それにしてもだよ、あんた手で飯食ってくれたのね、すごいね。ちょっと今度からまた君のご飯は手でてか手に乗せながらハンドリングしながらあげたいね。うん、びっくり、まさかこうやって食べてくれる。うん、私もマウスになれようかな、その方が楽だ、変にね。まあ人工飼料に慣れてほしいけども、マウスが別に栄養価が悪いわけじゃないので、そう、あの他のね、あのレオパとかあとサバンナモニターとかっていうのは餌がちょっとなんだろう、カルシウム不足だったりとかね、あのコオロギとか虫がメインになってる子が多いので、それとカルシウムパウダーかけたりだとかっていう栄養のね部分でその管理が難しいので人工飼料でっていうのがまあ多かったりするんですけど、セーブシシバナヘビとかヘビに関していくと、特にそのマウスで栄養的に悪いってことはないので、だったら全然私がそのピンクマウス、ちっちゃいマウスにね慣れていけばいいだけなんで、ちっちゃいマウスだったら余裕かな。私はもう慣れましたね。うん、あのただね、私のこう見てくださってるチャンネルを見てくださってる方々と、袋ももが飼われてる方とかで、まあ、サイズ的にね、袋もものベビーもねちっちゃい時ってそのピンクマウスぐらいだったりするっていうのもあるんで、ちょっとそれがね怖いなーなんて思う方もいると思うので、全然強制はしませんし、あの私は私でっていうところなので、なので、まあ、映像のサムネイルにもね、まあ、もう多分その方は見てないと思うんですけど、あのサムネイルの段階でも書いてますね。さっきね動画の冒頭でもあの閲覧注意っていう話もしたので、はい、ってところですね。閲覧注意の字幕を入れとこうかと思います。まあ、ここまで見てくれてる方はもう完全に慣れてるというか、あの見たくて見てる人だと思うんで、あの責任は取りません、あの言ったからね、はい、というところでございます。まあ私はこれから、この子はやっぱピンクマウスかな、その方が管理も楽だし冷凍で売ってるしね、っていうところです。他の子たちはね人工飼料に慣れてくれてるし、最近やっとサンショウとイモリもね、ダンゴムシじゃなくて、アカムシをねすごい食べてくれるようになったんで、ちょっとこの調子で餌の管理はしやすくなったかなと。冷凍の餌もしくは鶏肉もしくはサバンナフィードサバナやモニターフィードとかその辺でね管理ができるので、まあそんな感じで続けていこうかなと思います。はい、ということで本日はこちらサナちゃんね、セーブシシバナヘビのサナちゃんの、給餌の動画でございました。よろしければ、チャンネル登録高評価、そして、ツイッターのフォローだったりインスタ TikTok などいろいろやっております。よかったらそちらの方も見てみてください。また次回の動画も見ていただけますと幸いです。ということで以上リンとセーブシシバナヘビのさなちゃんでございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。ということで、バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、リンとでした。バイバーイ。